て赤味中津から揚げ、宇佐神宮八面山大分取り見た、人情あふれるこの町で今日も僕たちは暮らしてる、なんて言いました、どういった、何があっても離れられない、僕たちの住む町、はい、せーの、大好きさ大分、素晴らしいこの町、サイ&コー。2番、あなたの住む町の話を聞かせて、きっと今夜だけでは語り尽くせないでしょう、5番じゃ無理でしょう、何があっても離れられないふるさとさ、どんな困難からも守ってゆきたいふるさとさ、サビと見せかけて感想を決めます、やってまいりました皆さん、先ほどの練習の成果をここで発揮しましょうね。杉山が大好きさ大分って言ったら、みんなが大好きさ大分、杉山みんな、杉山みんな、大きな声で八面山に届くようなね、大きな声で八面山、あっちからみんなあっち向きましょうね、あっち向いてね、みんな向こう向いたらちょっとそこちょっとなんか捨てつかない感じがやめとき、ここで跳ね返ってやると八面山に引かせましょう。守りたいこの街、大好きなこの街、大分の沖縄市はありがとうございました。また来月帰ってください。